スターティンググリッドに整いましたマシーンたちからは、そのエンジンのサウンドが皆さんのまた耳に届き始めていると思います。2024オートバックススーパー GT ラウンド1岡山 GT300 キロレース、300キロ82周の決勝レース、今シグナルがグリーンが点灯しました。レーススタートになりました。まずは GT500 のマシーンが一斉にスタートを切ります。各マシーンは順調に加速をしていったように見えたんですが、ちょっと今ルーキーレーシングの車両と日産の車両が当たりましたかね。そして GT500 の17号車が止まっている。接触があった模様。エネオスがスピンをしていたところに17号車が避けきれずに突っ込んでしまったんでしょうか。今セーフティーカー導入が決定されました。セーフティーカー導入です。おっと17号車もうリタイアしてますね。さあ皆さん、いよいよレースここからリスタート。周回数はこれで7周終わってレース8周目に入っていきます。ちょっとそして大湯だ。アトウッドで100号車とそして39号車と並ぶか。大湯俊樹が牧野とまた並んでいる。そして39号車の関口と三つどもえだ。さあヘアピン、バックストレートエンドのヘアピンは誰が先頭に立つか。3台のこの集団の中で、大湯が1つ順位を上げました。牧野を捉えました。キーパーセルもアトウッドカーブで外側から仕掛けました大湯。さあそして笹原右京だ。笹原右京がカーナンバー16番の背後からサイドバイサイドアウトサイドにマシンを持っていく。そして GT300 のマシンとここで交錯をするところで37が前に出る。笹原右京が6番手に浮上しました。大津弘樹の前に出ました。ジュリアーノ・アルジも喜び。さあ大湯俊樹は前半いい仕事をしました。表彰台圏内に持ってきましたこのマシン。そして表彰台から一歩後退、100号車の牧野忠介、それぞれドライバー交代をします。そしてキーパートムスはちょっと時間かかったか。さあ今キーパートムスはピットで逆転だ。ピットで逆転されたセルモチーム。そして8号車の松下信治がダブルヘアピンのイン側狙っていくが、ここで前に出た。ダブルヘアピンの1個目、ベルトラン・バゲットをうまくオーバーシュートさせました。カーナンバー8番の松下信治。さあそして実質これが2位争いということになるか。山本直樹が今中山雄一としてテールということになりました。カーナンバー39番デンソー・コベルコサード GR スープラ、現在事実上の第2位に対して山本直樹がチャージをしている。現在トップはカーナンバー36 au トムス GR スープラ、現在ドライバーは山下健太です。2位表彰台が見えている中で3位と2位はポイントでも大きく違う。そして山本並んでいる。ヘアピンで並んでいる。そして中山が今度は早めにインを抑える。クロスラインを取りたい山本のその後を落としていきます。さあそしてジュリアーノ・アレジが3号車のニテラの襲いかかって、ジュリアーノ・アレジ接触だ。今三宅淳とサイドバイサイドで接触してしまった。カーナンバー36桜も咲くこの週末、岡山国際サーキット2024年のオートバックススーパー GT 開幕戦を制したのは36、見事ぶっちぎりのポールトゥーウィン。そして2番手は守りきりました TGR チームサード。3番手にはカーナンバー100番ホンダシビックタイプ R のデビュー戦に表彰台をプレゼントしました。では改めまして会場の皆さん、どうぞ大きな拍手をお願いします。選手の皆さん笑顔でお願いします。おめでとうございます。